はい、酒好きな元2月児の飲酒動画です。今日はですね、チューハイです。ウィルキンソンの新しいね、のが出ました。期間限定、ウィルキンソンのハードの無糖ライムですね。このハードシリーズね、前から出てるんですけどね、まあそれの味の別バージョンという感じですかね。アルコール度数 9% で、無果汁で、ジンを使用、ウィルキンソン炭酸使用と。原材料はジンとレモン、ジンとレモンライムスピリッツと、酸味料と香料。まあ、甘味料が含まれてないんで買いました。はい。1904年から高い品質とこだわりの製法で愛され続けている本格炭酸水、ウィルキンソン炭酸を、使用していますと。甘味料ゼロ、プリン体ゼロ、糖質ゼロとなってます。それではね、飲んでいきたいと思います。最近ね、全然寝れなくってね、まあ今深夜の4時なんですけど、全然ね、寝ようと思って、こう布団に着くじゃないですか。で、寝れないんですよ。で、寝れなくて、ずーっとね、目をつぶってる状況でね、なんかね、ムカついてくるんですよね。まあいいや。はい、乾杯。これ無色透明ですね。あ、苦い。うぅ。これはあれだな。ほとんどこれ、まあ、あれだ。ジンを炭酸水で割って、ライムをパチャパチャってちょっと加えた感じの味ですね。全く甘くないです。甘さが皆無ですね。ライムの、酸味と香りがありますけど。ウィルキンソンハード。やっぱこのシリーズはね、無糖、本当に甘くない。で、癖もない。癖も特にない。で、変な味もしないんで、確かに甘くないのが完全に好きな人は、これは向きでしょうね。で、あと炭酸もすごい強いです。口の中が、あわあわあわってなる。炭酸で。で、こちらが、1月の23日、発売で期間限定3月末までとなっております。ただ、個人的にはちょっとあんまり好きじゃないんですよね。なんでかっていうと、完璧に甘くないんで、なんていうかな。飲みづらさがあるっていう。まあ、飲みづらさがなんというか、結局なんていうかね。ちょっと口では言い表せない。俺、ちょっと甘い方がやっぱり飲みやすいっていうか。結局、まあ水よりもアクエリアスの方が飲みやすいっていうか、ごくごく飲めるじゃないですか。その感覚かな。うん。まあこのウィルキンソンハードシリーズは全部ジンが含まれているのが特徴ですが、個人的にはあんまり
以前発売されたウィルキンソントニックプラスウォッカっていうやつ。赤いウィルキンソンのお酒なんですけど。缶のやつ。これが好きだったんですけど。まあ、これがすごい飲みやすくてね。トニックウォーターなんで結構甘めのやつなんですけど。そうですね。ウィルキンソン炭酸使用による、強めの炭酸感と、ベース酒に、ジンを使用、さらにフルーツスピリッツを加えたキリリとした飲み口、9% と、糖質ゼロ、甘味料ゼロで全く甘くない。歌い文句ですけど、まあこれ好きな人は確かにいるとは思うんですけど。まあ、人の好みかな、これはな。だから俺としてはやっぱりジントニックみたいな味なんだけど、これはね。これは実にジントニックっぽい味はするんですよ。ただ、ジントニックと圧倒的に違うのが、トニックウォーターを使ってないんで甘くないんですよね。で、トニックウォーターを使ってるいわゆるジントニックっていうのはすげえ甘め、割と甘いんで、結構ごくごく飲めるんですよね。で、非常に飲みやすいっていう、その、感じが好きなんで。で、あと、酎ハイって、まあ、甘味料とか含まれてるのも多々ありますけど、あれは結局甘いんで、まあ、割と飲みやすいっていうか、俺は嫌いなんだけど、飲みやすいんですよね。で、その他、甘みが含まれている、甘味料が含まれてないやつとかでも、やっぱ甘いんで飲みやすいんですよ。ただこれは、その意味でかなりドライで、飲みづらさがある。ただ、これは結局好き嫌いっていうか、その、甘くないのを好きな層にはやっぱり美味しいって思いますよ。ただ単に俺にはちょっと甘さが欲しかったかなっていう感じですかね。まあ全く甘くはない。だからビールとかって甘くないじゃないですか。でも、なんていうかな。俺としては飲みやすいんですよね。あれは。まあまあ難しいですよね、こういうのはね。香り。まあ俺はあんまりこれは好きじゃないかなって、いうのは、ありますね。まあただ好きな層が好きな人がいるっていうのもわかります。だからそれ狙いなんでしょうね。はい、2132です。ご視聴ありがとうございました。